誰か映ってる、うわーっていう、多分それだけであって、話は全然面白くないし、現在進行形じゃなくて昔話に花を添えるだけだ。それしかできないんだもん、うなちゃんマンが。だって他の配信者のことも知らないじゃん、うなちゃんマンって。なんか女朝、ね、ネット放送で女の放送に行ってコラボ上がったりとか、女朝しかしてないから、他の配信者の動向を01が昔だったら、ね、あの人は解説委員みたいなこともニコ生でやってたからさ、01がどうこうだ、ああこうだとか、こういう風に他の配信者のこと語ってさ、今の配信者と昔の配信者の違いとか、配信とはこうあるべきだみたいな配信論とかも語れるのかもしれないけど、他の大手配信者たちとか人を集めてる配信者のことを知らないから、語れないじゃん。いいんじゃねえのあいつらはあいつらで。で、終わっちゃうんだよ。マジで。そうなるのが目に見えてる。うん。今回、だって、聞いた俺、ツイッターで見たんだけど、俺が今回さ、じいさんみたいなやつに暴力振るったでしょ？そのことについて、うなちゃんマンの話何だったと思う？マジで。俺は、あいつはよ、手が早いからよって、ゆいがは手が早いからよって言うと、あいつもいろいろ殴ってきてるけど、俺はよ、過去によ、水くそをやったろ、ゆいがの首を骨折ったろ、とか自分の過去のね、栄光談語り出してんだよ、あいつ。いや、そんなもんなんだって。あれ？そんなもん。自分の過去の栄光談をやっぱり語ることしかできなくて、どうでもいい。俺が今回やったことに対して解説し、それだったらわかるよ。全然違うんだから。俺が過去にぶっ飛ばしてきた人間がいる。ゆいかがぶっ飛ばしてきた過去の配信者とかぶっ飛ばしてきました。俺も相当やってきたからよ。っていう自慢話。武勇伝いやいいんだよ、そんなもん。ボレー首折られてねえだろ、お前。盛るな、しかも。な首折られてもいねえのに首を折ったとかよ。なすごいだろうよ。そういうとこだよ、お前。つまんねえのは。そればっかり言ってるやろ、こう。本当に。あいつの中で首折ったら、もう死んでるよ、俺、首折られてたら。簡単に言うとそういうことなんだよ、うなちゃんマンって。それが他の話でもそうやってずっと続くんだよ。笑えるよな。しかもさ、なんかさ、うなちゃんマンって言葉ではすげえ自分が暴力振るったみたいなこと言ってるけど、ね、まず水谷やった時は、パソコンパチってこうやって、立ち替わる時にパソコンパチってやって、パソコン閉じただけだからね、基本的には。うん。で、なんだっけ？サノステップだっけ？サノステップなんてあんな蹴り痛くないでしょ、別に。まあ、見たことあるみんな、サノステップっていう。そのね、橋本くんを蹴っ飛ばしたんだけど、うん、蹴っ飛ばしたというか、脅したうん。見るじゃん、サノステップ、皆さん。養分伊藤とかさ、養分伊藤とか、まあ、あんだよ、その、待ってな、橋本くん、うな、出てくるだろ。あ、まあ、これがね、まあ、一部始終な、これが。じゃあ、これがまあ、一部始終だ。まあ、一部始終とか、まあ、あれが全体ではもう中心だから、あれが。まあ、あんなのなんですよ。みんな、子供の喧嘩じゃねえんだからよ。いつまでも口で、なんだこら、ね、コラコラ問答じゃねえんだから、なんだこら、あんだこら、変だこら、ってずーっとやってるだけだもんな。そう、軽く膝蹴り入れてるだけよ。何年前？今からだから、どうだろうな。あの時って、今から4年前ぐらい？子供の喧嘩だろ。コラコラ問答、お前。長州対橋本、あこら、てめえこら、おいおい、やんのかこら、おい、来たんどこにあろう、おい、台湾だこら、もうめんどくせえから殴れよ、もうさっさと。めんどくせえ。あんなおい、ひれゆきさ、街中で喧嘩になった時さ、おい、てめえって胸ぐら掴んだりとかするやつ、あれでしょ、殴れよ、おい、てめえやんのかよみたいなさ、もうめんどくせえ。ここまで言ってんだからもう殴れよ、胸ぐら掴んでんならよ、さっこ。やる気がないやつ、だいたいあんなのはやる気がないやつ、もう最初から人を殴る気なんかないんだよ。わかる？うん、脅しなの、脅し。軽くちょっと蹴り入れたりとかね。で、あれがうなちゃんまの伝説ですよ、だから。小競り合いっていうんだよ。小競り合い。胸ぐら、だから、この野郎って言って、この野郎って言って、次殴るぞっていうのを、の前振り。胸ぐら掴むでしょ？掴むのは前振り。おい、てめえこの野郎、あんま調子こいてると、許さねえぞ、次は殴るぞっていうリーチ。簡単に言うと。胸ぐら掴んで殴るなんてないもん、あんまり。まず。リーチですね、リーチ。そうそう、前振り。前振り止まりなんです、大体。みんな、多くの胸ぐら掴むやつっていうのはね。そうでしょ？胸ぐら掴んでパーンってチュースケ行くやつってあんまりいないじゃん。お札つなっかりして、いないでしょ？おい、てめえ、この野郎ってバチンって行くやつってあんまりいなくて、掴んで、おい、てめえ、この野郎って言って押し問答になるとか、そういうのばかりだから、ほとんどが。その人を殴る、まあ、人を殴るのに、まあ、度胸がないというかさ、勢いがないというか、ラビットさん